石巻市の公共工事をめぐる関西談合事件で逮捕された市の職員は復興事業を通じて業者と知り合い職員側から持ちかけて入札情報を漏らしていたと見られることが分かりましたこの事件は石巻市下水道建設課の職員星陽一容疑者ら2人が関西談合防止法違反などの疑いで土木会社遠藤工業の社員 遠藤光也容疑者が公正な入札を妨害した疑いで逮捕・送検されたものです捜査関係者によりますと星容疑者は2013年頃震災の復興工事の視察などで遠藤容疑者と知り合いその後星容疑者が持ちかけ入札に使う設計書の写しを手渡していたと見られるということです警察は今年1月 沿道工業を家宅捜索していて事件の詳しい経緯を調べています